嬢ちゃん。お困りか？もうすぐイモリの黒焼きみたいに焼け死ぬってのに必死だな。そのウェーブバーストから町を守れるかもしれないの。ふん、ま、俺はもうここで最後の晩餐を食うだけだからな。シェルノトロンなんて用はねえけど。そうだな、このさっぱり定食、今さらカロリー気にしてもしゃあねえな。こっちのこってり定食をおごってくれたら貸してやってもいいぜ。本当ですか？ついでにゆで卵もつけてくれたら。バカなこと言ってるんじゃないよ。グレさん、調子に乗ってるんじゃないよ。こと、やっぱりあんたたちだったんだね。母ちゃん。母ちゃんじゃないよ。シェルノトロン貸してくれって子供らが街中走り回ってるっていうから。だって母ちゃん、シェルノトロンさえ集まったら街が救えるかも。くっせえ。まったく、頼るんならまずうちからってもんだろ。私のと店の売り物のシェルノトロンだよ。旧式のだから役に立つかわからないけど使っとくれ。母ちゃん、クレイさん、こないだのシェルが落ちた時もあんたたちは立派だった。今も諦めちゃいないんだね。よし、協力するよ。私はこの辺じゃちょっとは顔が利くからね。助かる可能性が出てくるんだよな。そうなんだ。イオンの歌魔法を増幅して。いいよ、どうせ助からないと思ってたんだ。最後に乗ってみる賭けとしちゃ悪くない。ありがとう、ございます。ありがとうな、兄ちゃん。イオン、この調子でどんどん集めよう。ちょうどいいから、あんたも手伝いなさいよね。わかったよ。あ、手分けして集めるよ。頼んで回ってもなかなかシェルノトロンを貸してくれる人はいない。でも何人かの話を聞いてくれて、かけてみようって言ってくれる人も現れ始めた。みんながみんなを助けたいって、たくさんの思いがつながっていく。私がそれを。いくつ集まった？全部で20個。はあ、単純計算でイオンの作ったあの花が20倍になる。そんなのでウェーブバーストを防ぐなんてできるの？だからいいけど、当然。くっ！ここまで頑張って今さら降参かい？我が息子ながら根性なさすぎてあたしは情けないよ。いいよ、どうなんだい、あんたも無理だって思うのかい？